始まるぜ。始まったこれ。あ、何？え？違うやん。違うやん。言ってるやん。ちゃうやん。そっちもしっかりしよう。ちゃうやん。ね。今日ちゃうちゃうちゃうやん。なあ、そっち大丈夫？あれ今日少ない？あれ六あと五人。まだもう時間やけど。あと5人。始まってた。始まってました。っていうのは無理やねて。今日二人だけやから。今日は二人やからさ。あれが七人で、あ、まあなんか断捨、断捨離？断捨？断捨離してる。いらないものがゴミに捨てろ。じゃないやね。ね。ゴミ箱やってんの。ゴミ箱やってる。今一緒にゴミ箱やってる。ゴミ箱やってました。七人じゃないんす。ちゃんちゃんちゃん。違うんす。なんか七人でこう。始まったよ。なあ。うん、すごい二人やからね。なあ、二人。二人よ。10万人超えてる。やば。嘘やん。10万人見てくれてんの。みんなありがとう。ありがとう。こんなつまんない俺たちなのに、ね、よっぽど暇なんですね。すみません、こんなつまんない2人ですけど。よっぽどね、こう、ね、なんか時間があったんでしょ。僕たちに見てくださるってことは。すみません、もう暇な時間に来ていただいて、ね、本当にもうつまんないなと思ったらみんなもう今抜けていただいても全然大丈夫です。全然本当に全然大丈夫です。抜けていただいてもいいですよ。まあでも抜けたら後悔すると思いますけども。言うね。言うよ。というわけで今回のハッシュタグがですね、はい、何やっけ、え、今日見てこれ、お前らほどおどお前らほどおもろいやつおらんのよって来てる。え、ありがとうございます。そう、マジだもんね。ね、うん、恐縮です。恐縮です。ありがとう。恐縮です。はあ。合ってないの。字が字が強すぎ、うん、っとらんのよ。字が強すぎタレント。キョロルチェ、何やったっけ、キョロルチェインダイのマイ暇です。あれ、暇の時間に来てくれて、ま、暇の時間にぜひ来てください。で、うん、このコメントを固定来たぞ。皆さん、ハッシュタグキョロリチェのインラインの前でよろしくお願いします。インラインの前でお願いします。前前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 前の時に待っとくんよ。わかりました。前の時に待っとけ。わかりました。待っとくんよ。練習生前練習生、練習研修生とか練習生って何なん。ごめん、間違えた、すいません、すいません。はい、皆さん、俺でもさっきから来てますよ、ちょくちょく。ギャルギャル、ちょくちょくからもう髪色逆転とか書いてますけども。あ、逆転、逆転しました。みんなびっくりしてんじゃないですか。今日はトレンド乗ってましたし。そう、あ、そうなんですね。トレンド乗ってました、髪色で。ありがとうございます、皆さん。だって違和感でも新鮮よ。マジ、うん、似合ってる、似合ってる。前からこんな感じだったかな。あ、ほんまに。うん、あ、今日起きたらそんな感じだったのかな。うん、なんかちょっとグレった。あ、グレたのか、うん、なんか、まあでもイメチェンです。あの、ごめんね、俺が顔こんなに撮れたから素人、素人、めっちゃ素人。これ11万人の皆さんの前でめっちゃ素人。11万人も言ってんの。ありがとうございます、ほんと。すごい、ありがとうございます。もう一回やっとこう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、癖が強いんよ。あや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 。え、こんなんね、こんなんいいんだな。ねえ、はいはいはい。いや、もうこれ、あ、メタモルフォーゼの縁側、縁側絶対に見るね。ありがとうございます。6月公開なのでぜひ見てください。お願いします。あれやろ、あの舞台挨拶してたんやろ。舞台挨拶したよ。あののんきにいきなり CD の宣伝を始めた高橋って見た。そう、あの頑張った、頑張って入れてみた。ありがとう。入れてみたよ。ちょうど27日やった、発売日やったから、うんうん、かませてみたね。かましたね。かましたよ。いや、これしかも今日俺リュチェにインスタライブ一緒にしようって言っていただきました。これはね、言ったっけ、言ってくれましたよ、リュチェからの。これはもう告白というふうに撮っていただいてもいいんじゃないでしょうかね。嘘、キョロルチェが初のこう2人でのこうインスタライブとか、ね、そうなんです。グループというよりはなんかさ、コンビでさ、なんかやりたいなと思ってて、ね、これからいいっすよね、そういうの。なんかこう、お仕事も今日お仕事あったんですけど、うん、なんか、お前残れやって言って、めっちゃ言いました。はい、お前残ります、すいませんってなりました、ね、っていうことです。はい、はい、こういう上下関係、はい、上下関係できてます。年は僕が上なんですけども、全然これですね。いや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 ビーン。逆転、逆転の前、すぐ逆転します。はい、手振ってやって。手が何本に見えるかな。ジャパンジャパン。これさ、やばいね、もう実際に11万人困惑してる、多分。え、でもさ、いや、こんなに見てくれると思わんかった、ほんまに。なあ、なんかほんまになんか、すごいね、すごい、多分、うん、のんき、のんきマン。いや、ありがとう、のんきマン参上。いや、こう、キョロリュチェ祭
ってた人も多いんじゃないですか。なんかね、それこそあれよ、何話からジアンサーっていう企画をさせていただいてるんですけど、うんうん、皆さんからストーリーであの質問を募集して、あのストーリーとかであの回答してたんですけど、うんうん、その質問案にも、まあ、質問ではないですけど、キャロリチェであのインラインやってくださいみたいなのもたくさん来てて、まあね、やらずね、して何を得るんだっていう、何を得たんでしょうか、やったことで、ね、っていうことになってきたの できたので、ね、もうとうとう やりました。やっちゃいましたね。丈一郎はってきて、丈一郎はなんかね、丈一郎は帰りました。丈一郎はさっさささ、ね、さっささ、ね、はっね、せっさかせっさか、ね、せっさかせっさか、せっさたくまします。荷物集めて、荷物集めて、せっさたくま、帰れ、せっさたくまです。せっさたくましてました。はい、せっさたくましてました。というわけで、ありがとうございますよ。こうやってもうコメントもいっぱいよ。嬉しい。高速ウインクしてやって。何の高速ウインクって。いや俺あれや、あれや、そう、僕目覚ましテレビさんでやったのよ。なんか高速ウインクできる。いや綺麗、あれち綺麗、もうぎこちな。逆やって、せーの。あ、やばい、俺もすごい、なんか口すごいびっくりした今。俺も口もウインクしてるもん、ほら。多分あれられてる。え、あ、引っ張られてる。うん、俺伝統芸能、伝統工芸芸能。俺こんなん VR 団体に、これ大丈夫、これこれこれ。うーん、ちゃうねん、ビヨヨヨヨちゃうねん。最後までやらせよ。いや、俺の顔頑張ったやろ今。ごめんごめん。いや、一応ビジュアル担当ね。ビジュアル担当、一応ビジュアル担当自称。はい、はい、今日はそれで、今日はそれでお願いします。普通にないよ。いや、こう美術担強兵どうした、どうしたよね、最近ね。いや、やばいな最近。そうなの、最近、いいよ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 、もう恐縮です。あ、もう一回やっとく。ははははははうさぎ、投げ投げ投げ、うさぎさん出ましたよ、皆さん。すごい、これ見れた方すごいと思う、今。なかなか見れないですからね。今一瞬動物園になりましたので、ここが動物園、すごい動物園みたいじゃない。あ、ほんまや、動物園や。動物になりきって、ここをさ探検しよう。行きます。探検してます。 あ、来ました。どっちなんでしょうか。動物園の動物の方なのか。あ、動物の方ですね、あれは。誰でしょうか。何の動物でしょうか。あ、なんか水あげてますね。でも先ほどなんかこうゴリラのドラミングをしていたようにも見えますが、あ、ドラミングしてますね。あ、ちょっとやんちゃなゴリラさんなのかな。あ、やばい、見て、ここみんな聖地巡礼していい。あ、ヘラクレスリュチェカブトの聖地巡礼。あら、ヘラクレスリュチェカブトでした。懐かしい、ここ。ほら、ヘラクレスリュチェカブトです。皆さん見えてますかね、これ。ヘラってみんな知ってるな。なカブトムシみたいになってる。ちゃうよ、ねえ、ちゃうよ。癖、これも癖強いって絶対。もう大丈夫これ。ごめんね。でもドラミングしてからしなやかゴリ、しなやかなゴリラやん。だってこうしてからのヘラクレスリュチェカブトは。みんなヘラクレスリュチェカブト知ってるなあ。あ、もう今じゃあより似てんじゃん。ヘラクレスリュチェカブト、カブトリュチェ。これみんなヘラクレスリュチェカブトって言ってや。カブトリュチェじゃないです。ヘラクレスリュチェカブトってまだ認知低いよ。あ、ちょっと皆さん認知お願いします。お願いします。ヘラクレスリュチェカブトらしい。あの大橋くん、え、じゃあ俺とケントとあの大橋くんの誕生日の回、なにわチューブ見てください。ぜひ見てください。そこでね、なんかリュチェヘラクレスカブト、ヘラクレスカブト、ヘラクレスリュチェカブト、そうです、そうです、が見れるので。あ、でもあれは、あれ見られたらタンクトップ見られるんだ。あー、まあでも、まあ、得るものもあるからな。いや、タンクトップ見てくれてもファン増えるよ、うんうん、100万人増える、それだけで。で、それだけで102万人減る。それだけで100万人。もうプラマイでもないよ。どちらかというとマイスナイスナイニョー。すごいね、ごめん、なんかこうやって隠してた。な、画面使ってごめん。なもう画面な、もっとこうガーンになればいいのにな。ね、ほんま、だってこうやってピュッてやったらもう、ね、もうちょいさ、画面広げてくれません。すいません、お願いします。運営に次ぐ、お願いします。もうちょっと運営に次ぐ、こうやったらさ、画面を広がさせてください。こうやったら画面がブーンってなった。すごい、なんだこれ。大丈夫かいな。大丈夫かよ。
な、みんな今何してんの？でも結構割と俺ら普段こんな、普段っていうのは普段なぁ、語弊語弊祭り、語弊祭り第1弾第1弾わっしゃい始まりましたけど、はい、まあでもマジこんな感じよな。近いよね。それこそさ、アプデのさ、楽屋がさ、俺と恭平とおわし君、ね、おわし君が一緒で、うん、他がジョー君とミッチーが一緒で、うん、そうね、とケントと大ちゃんが一緒なんよ。で、ね、なんか恭平と俺とあのおわし君の楽屋はもう朝からもうね、こうおはようって言ってこう動画撮ったりもするし、だからなんかもうワイワイわんさかわんさかしてるよ。わんさかよね。うん、もうまだ朝だよって感じ。そう、毎日祭りです。そう、結構もうテンション上げ上げする。そう、いやもうみんな大丈夫、ついてくる。わっしょいわっしょいやって、わっしょいわっしょい、祭りが開かれてます。祭りだ祭りだ、わっしょいわっしょい、賑やかそうな楽屋だね。あ、ありがとうございます。すっきり学校で見れなかった。そっかそっか、平日か。あ、平日か。学生の皆さん、録画してたら見てください。お願いします。お願い。うん、あ、上がった上がった、行け、持ってけ持ってけ持ってけ、行け行け行け、誰も落とすなあ、10万人じゃ、なんかこうやっぱさ、無事こう10万人見てくださってるけど、こうちょっとこう、こういうことやっちゃうよね。ね、小ボケを挟む、挟んでいきたいよね。え、てかさ、俺頑張ってボケてるわけじゃないね。そうやね、これ結構リアルにお話ししますから、ね、だからこれ数字ではありますね。はい、結構こう YouTube のさ、僕ら、俺らとかやって結構こう頑張ってるからね。今日ね、山登ったよってなあ、登山家さんからのコメントありがとうございます。山登ったんですね。じゃあ、お疲れ様です。見てくれてるということで。そう、お疲れ様です。じゃあ、わからんで、こう、あ、登りながらこうやって、ね、今そう、あ、その場合、あ、かなりの急斜面ではあるのか。あ、今、ただいまもし登ってる最中でしたらあそこか、みんな見てます？そこは、あそこ登りながらこう見てるらしいです。もし見てたらありがとうございます。本当に申し訳ございません。でも直ちにこうね、あの山を登ることに集中していただいても構いませんので、はい、はい、皆さん山は登ってください、はい、山は登れって感じです。お願いします。山だけは登れ、山だけは登れ、そしていい景色を見ろ、見ろ、お願いしました。というわけでですね、はい、じゃないですよ。というわけでですね、皆さん、でも何も知らんけど大丈夫、ほんまにもう一緒に、俺も一緒にやるよって言われて、なんかさ、めっちゃ計画的にさ、なんかスケジュールとか立ってると思うやん。うん、何もないのよ。え、もう俺もリュチェ頼みってとこあるよ。俺こんなんしか喋られへん、うんうん、すごい、いいよ、いい、喋ってる、大丈夫、すいません、いい、ありがとうございます。で、今回ですね、はい、今日が4月28日なんですけど、うん、実は前日の昨日か、昨日の4月27日に僕たちなにわ男子のセカンドシングル「ジアンサーサチアレ」が発売されました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、素晴らしい、ありがたいですね、ほんとに。ありがたい、ほんとに。もう一回やっとく、ははははって感じなんですけど、はい、実はですね、僕たちの手元にもあるんですよ。マジですか？そんな都合のいいことがあるんですか？じゃあ魔法で出す？魔法が丘する？出てくるんですけども、めっちゃこっから出てきました。もう置いてました、もうそこ置いてました、はい、ジアンサーが発売、ジアンサーサチアレが発売になりました。手元にはね、あのジアンサー、ね、ジアンサーでした、ね、僕らはジアンサーさん、ダメつくないですか。ジアンサーさん3つです。ごめんなさい、サチアレもあるんですけど、今ちょっと間違えてジアンサーさんと思ってきた、はい、ジアンサーっす。そう、ジジジアンサーっす。ジジジアンサジジジアンサーになってきましたね、はい、ちょっとね、今回は今から開封式、開封の儀を始めたいと思います。開封の儀始める、開封の儀始める、今からジアンサーサチアレ開封の儀を始めます。起立、立ってます。足を閉じて礼。うーん、片足出とるなあ、楽しい、片足出とるんよ、ね、もう走る気満々のやつなんよ見て、うん、トリアンサーだね、トリプルってアンサー、そういうことか、やる
トリアンさん。トリアンさん。ネーミングセンスある。ある。ある。トリアンさん。ある。ある。ルーン、ルーン、ルーン、ルーン。マジこれよくやってるな。これマジよくやってるわ、これ。知ってる？なんか俺らさ、なんかハマってんの、これに。そう、このリズム。な、前のさ、あの、タコパのインライから、インライでもあったんですけど、やってたんですけど。っていうのがハマってるんですよ。ハマってんの。どうみんな。いや、こんぐらいなんかちょっとしょうもないぐらいがいいやろ。そう。ちょうどいいやろ。そう。うん、しょうもなくないよ。ごめんなさい、うん。しょうもなくないです。じゃあ開封の儀を始めたいと思います。わっしょい。これは通常版です。これ。これ見た？ね、これ通常版かな？ね、通常版か。これが初回限定版1と。僕がこれが通常版で通常版、あともう通常版2つですね。一緒の持ってきてた。なあ、ごめんみんな。直径限定版1ですね。こういうとこもすいませんね、ちょっとこう、ね、不器用なとこも見せてください。ね。すいません。温かい目で見守っててください、本当に。うちの息子がなんかはしゃいでるわ。温、ね、かくしすぎて溶けるんちゃうんよ。ストーブは38度。ストーブは38度なんよー。ヨーンの時さ、めっちゃ真剣な顔してた。素晴らしい。いや、そういうのもあり。いや、真剣な表情も見せる時に見せてこ。うん。見せれる時に見せろ。見せろ、トークだ。な、見たみんな、あのさ、ストーリーでさ、親の宣伝したやん。うん。なんかさ、ちょっと、調子乗って、アーシャ使っちゃった。なあ、アーシャってさ、仕事発表とかさ、うん、なんかこう、大事な時に、宣伝とか使うやん。うん。インラインやるぜわっしょーいでさ、いいよ。しっかりさ、俺さ、うん、あの、公式サイトをスクショしてしか切り取って使いました、うん、もう素晴らしい。これがもうリュウチェ部長ですか、はい、最近ストーリーばっか作ってる。一生リュウチェさんにでストーリーも皆さん見てください、お願いします。頑張ってるんで見てくださいじゃなくて、見てあげてください。開け方ちょっと待って、開封どうやって開けんの。え、多分これな、うん、え、これみんな困らない、これちょっとあのむずくない、開けるの。これでもワクワクするよな、これな、なかなか開けれへん感じがさ。何何何みたいな感じで、ちょっとそこちょっとどいて。ぷぷ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 、駐車してた。勝手に駐車してた。すごい、あらすごいかっこいいハンドル。あ、3携帯買いました、ありがとうございます。ありがとうございます。ストーリー毎回スクショしてる、ありがとう。ありがとうございます。あげられる時にあげとき。手間取ったよ。イライラするやつね。ね。イライラして。つまめるとこあるよ、やって。あ、マジ？教えてくれてありがとう。つまめるとこ。あー、上かな。免許二人とも持ってないやろ、やって。ほんまや。喧嘩売ってます？ねえ、ちょっと、え？ちょっと、ここ来てもらっていいですか？ねえ、これ。あんまり来ない、ここ来たな。じゃ、ファイティングポーズだっけ？せーの。夢のひし形。お、すごい。夢が詰まってます、皆さん、はい、ここに集まってください。集まってきてください。集まれる時に集まる。早分けろやって。新列、新列やった、新雑じゃん。新列っていうの分からへん。新雑な、分からん。新列っていうんやんな。じゃあ新列じゃない、新雑で、新雑、新雑じゃないでしょ。新列、え、ちゃう、印刷、印刷、印刷はなぁ。ねえ、マネージャーさん、教えてください。教えて、いなくなっちゃった。辛辣、辛辣やって。辛辣って言った。辛辣、あ、辛辣、辛辣って言った。辛辣、辛辣ない、最悪。俺ちょっとインテリキャラで行こうと思ってたのに。もうバレてんよ、もうバレてんよ。ね、ちょっとこれだけ、ここだけの秘密にしといてください。もうみんな見てる、10万人の方が見てる。なぁ、辛辣、10万人の方がね。辛辣、ごめんね。ということで、ということで、ということで、はい、開けます。開けます。辛辣、わかりました。辛辣コメやめてください、恥ずかしい、うん、はい、もう忘れましょう。あ、皆さん辛辣コメありがとうございます。過去はいいんです、未来を見ましょう。印刷しないでって。すみません、印刷しません。すんまへん、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 すんまへん。よくない、よくない、すみません。まあでもなんかこの時だけだったからサービスタイムかなっていう。そうですよ、サービスタイムなんでね。あ、そう、金髪になったんです。金髪になってるって、ね、いや、似合ってるよ。ありがとう、嬉しい。グレたんです。そうなんです、朝起きたらこの色になってて。ね、やっぱこう染めたがりの、染めたり時期ですね、やっぱり。まあそうです、ちょっとこう染めたり時期なんです。染めたがり屋のリチェ太郎です。リチェ太郎です。染めたがり屋のリチェ太郎です。きびだんごは凛とした表情で凛た、染めたがりの、染めたがりのリチェ太郎、凛とした表情を添えて。
きびだんごは持ち歩いてございません。持ち歩いてな、噛み合ってないねんけど。持ち歩いてござんせん。違う団子出してんだもん。あ、なるほどね。三色団子出してもた。間違い間違い間違いだ。みたらし団子でした。ね、ちょっと。え？ねえ、マネージャーさんが言うのすぎよ。ありがとうございます。なんとですね、今こちら。サチアレ1が届きました。やったー。サチアレもいただきました。マジでありがとう。ね、僕らジアンさん3つ持ってきたんですけど。ね、ほんとに。言うので、マネージャーさんがすごく言うので。ね、もう猛ダッシュ。猛ダッシュで後ろからこう。じゃあみんな見れてないと思うけど。このカーブあるやん。うん、カーブ大体さ、こうやって普通に曲がってくるやん。うん、新幹線が、速度落とさないで、こうさ。すごいよ。すごい楽しそうでしょ、みんな。このね、思うよ。リュッチのこうやってね、楽しそうに話してる、こうやってめっちゃ笑ってる瞬間を見てるだけで幸せやからな、みんな。今日は多分ぐっすり寝れると思うで。ありがとうございます。ぐっすり寝れるよ、本当にもう。てか、これさ、ジアンサーバー開けただけでさ、満足してんねんけど。もう次、サッチアレ行こうとしてたからね。こんな感じっすね。こんな感じっすね。あんまり。そんな感じっすね。買った人も楽しみですけど。はあ、ちょっと、ね、本当にまだ 10.9 万人もいるんですか。本当にもう何してるんですか、皆さん。ありがとうございます。めっちゃ待って、初めて汗かいてきた。ね、あ、もう僕。サンマ御殿以来に汗かいてる。おお、以来以来。サンマ御殿マジで緊張し。めっちゃ緊張したあれ。俺さ、ほんまになんかさ、めっちゃね、汗という汗が滴っててんけど、なんかもうザ・バラエティーと言いますかね。そう、なんかほんまにこう、もう一番芸人さんも緊張するらしいさ、うん、こうなんかね、一種のもう戦いのバスよ、ね、そう、僕たちは一回というか個人で出させていただいたことがあるんですけど、でもグループも出させていただきましたし、すごいの、ほんとにさんまさんすごい尊敬します。ほんとに素晴らしい。なんかすごい、なんかこうパッパッパって振ってくれて、あんただ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 バンダあんただバンダあんただ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 あかわいいみんな。かわいいみんな。ありがとうな。もっと素直になってもええんやねー。はい、というわけでですね、CD は開けろということはもう先祖代々言われてますので、もう開けたいと思います。開けたいと思います。ジアンさんは、あ、でも、2枚ある。DVD と CD のやつ、2枚ある。あ、それが初回限定版ですか。そうそうそう。まあ、通常版は、あ、なんかね、ほら、こうやって、かっこいい。あ、ソロ写真もある。いいね。ソロ写真ってこうやって載ってんねや。なんか、ちゃんと見ると、こう。いいな、いいっすね。そう、カップリングもたくさんあるんですよ。サチアレも開けよう、ね、これね、通常版はちなみに1枚ですね。いいね、開けれる時に開けとき、開けとき。みんなさ、なんかさ、ね、なんか追いついてきたね。ね、やっと来たね、うん、どんどん来て、どんどん、おいで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 ガチで引っ張ってるからね、みんな引力に気をつけましょう。で、こうせーの、おい、なあ、なあ、すごい、もうみんな困惑してるよ。みんなどっちみたいな。重力がすごいことになってた、ここ。もう引力と引力の、引力と引力、引力魂。ねえ、こんな疲れると思わんかった。マネージャーさんが呆れた顔してるんですけど大丈夫ですか。ね、いや、すごいよ、ね。まあ、それ幸開けていきますか。開けましょう。開けていきましょう。本当にね、ボケしかいないよ。ね、自分のなんかこうね、息子とかね、ちょっとこけたって人いた。多分俺らの引力で、多分こうインライン見てて、ああって。ごめん、その人いたーだって。本当ごめんなさい。すみません。そんなつもりはなかったんですよ。1ミリもなかったです。お、16センチ。ありがとうございます。いや、本当になんか自分の息子とか、なんかこういとこがなんか騒いでるなみたいな、はしゃいでんな、はしゃいでんだなみたいな感じで見てくれたら、のんきだな、のんきのんきのんき侍がやってんだインライと思いながらやってください。ドメってね、ドメクピースやって、ジーコのやつやろう。コージ君すいません、ありがとうございます。せーの、はい、いや、もうこれを見てね、明日ちょっと学校とかも元気に行ってくれたらいいですね。
サチあれ、かわいい。見て、なんかちょっとさ、ひまわりっぽくない？これやっぱひまわりイメージしてんのかな、ね、そう、CD もかわいいよね、その。超かわいい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 。チョカワさん。チョカワさん。チョカワさん。ちょっとちょかわさん。どんだけいいのこっち。っ何回も呼ぶけど。後ろめっちゃ誰もいないんですよ、本当に。すいません、何もやばいっしょ。まあ、さ。あ、明日学校休みなの？え、明日ってさ。金曜日？金曜って休みなの？あれか、祝日か。ゴールデンウィーク入るんじゃん。うん、明日から入るとこあるんじゃん。GW 祭。GW 祭始まるよ。始まるよ。マジか。ギャルピしてやって。せーの。あ、みんな撮れるとき撮っとくんよ。撮れるとき撮っとくんよ。怖っ。オッケー。オッケー。オッケー。見てからもそう、もう可愛いっしょ。見て、可愛いし、ちょっと待って。みんな。ね、みんなカメラ嫌気が来てる、多分カメラ見てないみんな。カメラ目線したくない気かな。そう、カメラマンさん混ぜったやろな、ね、この日は。みんな見てくれないみたいな、悲しい。見て見て、お願い、見て見て、みんなみんな誰も見てくれない。あ、見ます、はい、わかりました。見ました、見ます見ます。で、後ろ見たらほら、もう元気発、元気発、元気発、元気発売中。ね、ごめん。だってすごいよね、もう楽しそうよ。だってこれとこれ並ぶと、ね、最高。ディアンサーとこのサチアレを並べてみ、ハッピー、イットヨーでしょ。超かわいい、ギャップよなあ、ほらこの違いね。かわいいっしょ。すごくない？すごいの。どっちもいいよね。あ、そう、カップリングもね、めっちゃかわいい。え、なあ、お互いのさ、おすすめ曲発表しよう。え、俺もうこれしかないもん。俺はもうこれぜひもう皆さんにこれを好き、うん、好きになってほしい。俺はあれありますよ、トンチキソング。何話の男子やねん。何話の男子やねんが僕いいんすね、あれやっぱり。あ、またかかるのか。まあ、メロディーだけだったんで、メロディーね。許してください。おしゃいみたいな。あ、てか祭りっぽくない？さすがに。そう、あれがめっちゃいいよ。みんな絶対盛り上がるし、でこうね、こうなんていうんですか、え、REC なんていうんですか、 REC、 レコーディングや。レコーディングでしょ、 REC。 え、いやな、こんわ、こんわすぎ。それはレコーディングやん。レコーディングした時に、うん、もうめちゃめちゃ楽しく、なんかこうちょっとあれなんていうの、アドリブとか入ってる。なんかさ、そうなんですよ、何屋の男子やねんは一回こうまるっとパートであったり全部のサビとかをこう収録して、その後に最後に一曲丸々流すんで、なんかガヤいっぱい入れてくださいみたいな。そう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 、歌わなくていいんで本当のパートのとこは。入れたいとこに入れてみ、行ってみてくださいみたいな言われて、もう入れたい時に入れなさい、そう、それが使命だからみたいな感じでこう言われたんで、言われたんですけど、だからこうよいしょーとか、わっしゃーい、またまたーみたいなとかを個性が出てると思うんで、そこも注目して聞いてください。やばかった、本当にマジでみんなこうわちゃわちゃしてる感じが詰まってるので、うん、これはマジおすすめ。ほんまに、だからいつかみんなで盛り上がりたいよ。みんなで盛り上がろう。おすすめ、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 せーの、おすすめ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 。みんなこれ全然あれですね、目覚ましにしてます。おすすめ、おすすめ、おすすめ、おすすめ。起きろ、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 起きろ。もういいよ、ね、ちょっとだんだんうるさくなってきた、減ってきた。ごめんなさい、ほんまに切実に寂しい。お願い、寂しい、すいません。初めてのこうなんていうんですかね、二人組でのインスタライブなんです。ごめんね、ちょっと許してください。本当に温かい目で見てください。反省してます。ちょっともうちょっと静かにやりますね。うるさかったかな、すいません。もうちょっとボリューム下げます。ゆうちゃん後ろ向きがち、ごめん、すいません。もうちょっとボリューム下げますね。じゃあちょっと明日誕生日、あ、おめでとう、おめでとう。もうちょっとボリューム、何回目覚まししすん。そう、あ、俺のあの好きなカップリング曲は何やっけ、グッデイ、グッデイマジでおすすめ。みんな聞いて、みんな聞いて。他も魔法が丘もおすすめ。魔法が丘ってさ、なんかさ、キョロルチェが丘っぽくない？確かに、なんか魔法かけちゃうぜみたいな、なんか僕らにぴったり。やのになんかさ、なんか
なんかさ、魔法が丘って結構さ破天荒な曲に名前からしたら聞こえるやんじゃなくて、しっとりバラードなんです。ミディアムバラードみたいな。そうよ、超いいからマジでおすすめ。おすすめよ、ね、本当に聴いてほしいこれは。あとはいっぱいあるからな。マジでいっぱいある。何でもいい、何でも、なんか今までになかった感じのちょっとロック調な歌詞で、歌詞というかメロディーラインでめっちゃ好き。で、あとはグッデイ魔法が丘、なんで、何々の男子やねんの4曲かな、4曲かなが入ってますので。あとはあの幸あれば目覚ましテレビさんのテーマソング、北川悠仁さんが書いてくださったイズのねのと、ジアンサーは金田一少年の事件簿、土曜に金田一事件簿、金田一少年の事件簿、毎週日曜10時30分から。今なんか抜けてたか、でも今なんか穴抜け問題みたいになってた。抜けてないよ今、なんか問題みたいになってん、なんか金田一事件簿みたいな。言ってない言ってない。そう、つままれちゃったよポーズしてください。あれか、前回の依頼のやつ、あれか、つままれちゃったよポーズね、これせーのねね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 ってなってたと思います。もうやめときな、これつまみ、つまんまれ、ね、つまみすぎ注意。そう、つまみすぎ注意、つままれちゃったポーズ注意よね。あ、箱根男子面白かったよ、ありがとうございます。あー、あれね、よかったね。そう、新しい鍵さん、鍵さん、鍵さん、新しい鍵に出演させていただきまして。そうなんです、皆さん、僕たちのね、偽物がね、この、この世界にはびこっていまして、あの箱根男子という、あのフジテレビさんお台場に箱根男子というあのライバルというか、あのものがいる、グループがいるんですけど、ちょっと、ね、その方たちと直接対決したんですけど、僕前回出させていただいて、ケントとダイちゃんと出たんですけど、負けてしまって、ちょっと悔しいなっていうのはあるんですよね。もうそれは僕たちも、あの 僕たちも出ますので。そう、ほんまや、僕とリベンジマッチ、僕とジョー君と大橋君が出ますので、うん、リベンジマッチ、勝ってこいやー。マッチマッチ、リベンジマッチ、ほらリベンジマッチ、そのマッチじゃない、危なそれはお湯で消して差し上げましょう。ょなあ、のんきチャンネル。いや、いいよ、こういうほのぼの系もよくない。のんきのんき、のんきやす、また入ってきたねえ、なんかさ、今の俺のせいちゃうで、ねえ、今の俺のせいちゃう、ごめんなさい、ね、のんきのんき、だいたい、ね、見てた方、ほんまにごめんなさい、見てた方わかると思うけど、ねえ、多分のんきのんきとか言ってたらさ、やっぱさ、こう、数字ってリアルですね。そうやで、これ リズム系とか始め出すんってやっぱりリュチやから、こうやってのんきのんき、みんなリズム好き、リズム嫌い、好き、どっち。でもさ、どうなんやろ、やっぱご飯こ混ぜたら危険ペア、僕ら、あ、じゃあ化学反応ってことでいいやん。混ざる？すごい。せーの。混ざれるときに混ざってけー。もう離れません。質問コーナーしてほしい。いいよ。あ、いいよ。質問しましょう。質問してください、皆さん。じゃあ俺らだけ質問する？あ、いいや。何か質問しよう。逆に俺ら質問したのか。うん。それはな。みんな元気ですか？質問して質問する。ねえ、その立場は対等でいこう。対等でいこう。もうトントンよ。うん、トントントン。うん、トントントンのトントン拍子、トントン階段登ってけ、強制終了なんですよ。やばい、みんなみんな、でもでもコンタクトしてますか。あ、コンタクト僕してないです、ね、僕もしてないです、してない2人組したことないかも、ね、あ、なんか目がいいんすよ、めっちゃ視力良くて2ある。2あんの、あら、でっかい目、かわいい目。でも僕もそうですね、なんていうの、あと 目もいい方なんですけど、あとなんかこう目にこれつけるのが僕怖いので。わかる、そう、なんかそのままつけて撮るときにそのままお目々がついてきちゃうんじゃないか、怖、ね、怖すぎって思っちゃうんすよ、だからつけれないっす。危ないな、そう、危ないよ、気をつけやだから、みんなそう、目はだけは落とさないように頑張りましょう。そう、気をつけて、プッて撮るね。そうですよ、皆さんも気をつけてください。え、視力10あります、どうも高橋圭です、ありがとうございます。あ、え、嘘、
四国中あります。うわすごい、言ってなかったけどバレてる人ならバレてましたね。ねえ、四国中ありました。ネタバレしてますよ皆さん、すいません、気をつけてください。すいませんでした。キロルチが、どっちが積んでどっちが出るですか。え、どっちが積んでどっちが出る。ツンツンデレデレツンツンデレデレツンデレさん、あ、ね、こうやってリズム刻んだらそう、ね、みんな出てくんやったらリズム刻むと出てくんよ。ごめん、学ばないねあんた。ごめんなさい、学んでけこれで。はい、このインスタライブで学んでけ。リチメイク変えた。あ、メイク、そうですよ、メイク変えましたよ。変えたんや。じゃあ金髪にしたから金の眉マスカラ塗りま、金っていうから似合う似合う似合う、明るい眉マスカラ塗った。髪の毛と似合ってる。そう、髪の毛にも合わせて、まつげは今日ネイビーでマスカラしてます。かわいい、目大きい、目大きいで、グレーのライナーします。いいっすね、いいっしょ。メイクといえばもうリュチですからね。いいっしょ、うん、ね、いいっしょ。あ、渋谷は今日行ったの。渋谷、そう、渋谷今日行きました。ね、そうなんですよ、朝行ったね。朝ね、スッキリさん今回今日出させていただいてたんですけど、はい、その前にちょっとみんなで行こうや、うん、せっかくやしね、せっかくやし集まろうやって言ってみんな来てくれました。みんなをこうやって魔法で、魔法が丘の術を使って引き寄せてたの。あかんない、こうやってたらみんながこうやって多分寝てたよ、うん、けどこうやった瞬間はっ、腰上の、あら、歩いて行っちゃってたんや。多分それで集まりました。集まったらしいで、みんなでこうね集合写真も撮った。あ、そう、それこそストーリー載ってる、ストーリー載ってるけど今抜けたらあのライブ見れないので、ね、終わった後見てください。終わった後の楽しみにしてもらっていいですか。まだ見てない方はストーリーに載ってるのでよろしくお願いしま す。あとはね、動画も撮ったからね、ぜひぜひ、そういうのもチェックしてほしいですね。そうなんですよ、楽しかった。本当にでも今日はねすごい一日でしたね。めっちゃ楽しかったよ、いろいろありましたから。でも全然眠くないねんけど、まだ、うん、もうパッチリよ。パチクラ道中ドスコイドスコイですけども、はい、何時に起きたの？何時に起きたよ。でも何時起きたっけな。え、5時ぐらい。いや5時は遅いって。4時どれだし、4時、え、ちょっと4時過ぎぐらいに起きました。そうですね、パチクラ道中です。はい、パチクラ道中、パチクラ道中、ここどこだ。え、あ、よかった、減ってない。あ、今日見に行ったんや、ね、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。そう、まだあるんですよ。そうなんです、パチクラ道中とは多分本当に多分真剣にライブを見てくれてる人が何パチクラ道中ってってなってるか、コメントくれてる。最初、あ、最初じゃない、もう結構終盤ですけど、はい、今更な感じしますけど、僕らのこうインスタライブ、2人のインスタライブは結構こう、はい、なんていうのな、変な言葉がいっぱい出てくる。意味を深く考えすぎるとちょっと良くない方向に進んじゃうと言いますか、はい、そうです、あの頭を柔らかくして、ね、軽い気持ちで、はい、頭のエクササイズです。そうです、言ったらこれ裏テーマエクササイズ、エクササイズ講座やから。そう、なんならこう、もう目をつぶって、もうこれこう目をつぶって見られるね。なあ、嫌じゃない。まあいいけど、そう、まあ、もう声だけで楽しむ、声だけで楽しめされ、はい、楽しませるのが僕たちですから。インスタライブという名のラジオっていう、そう、あ、いいよ、感じいいよ、はい、インスタライブ兼ラジオみたいな2人、そう、感じです。やっと思っといて、撮ってて、とっとってって、とっとってって、とっとってって、とっとってとっとってって言っとったとみたいなあれですね。あ、あれ、とっとってって、とっとってとっとってって言っとったととみたいな、とっとと、とっとと、とっとみたいな、とっとと、何の意味もないってことで、OK？ せーの、OK！ 目つぶってやって、なんで？せー、あ、結構隠れる？せーの、マイン、アイン、なあ、セキュリティかかってた。ここでセキュリティかかってた。なあ、すいません、今日セキュリティの日でした。なあ、ここからこういけないですね。俺めっちゃセキュリティガバガバやってた。すいません、あのパスなかったっす。なあ、マンデーパスだけ用意しとけって言ったよね。今日パス期限切れでした。更新するの忘れてました。ごめんなさい。ごめんなさい。だから今日は許してください。はい、あ、許しますやって。来てない来てないけど。なあ、来てないコメントまで呼び出した、やばいね、これ未来のコメントも見れる、未来も見れる人、まさか来てないよって来てた、うん、一生のお願い、一生のお願い、ありがとう、ありがとう、かわいい、ありがとう、かわいい、メンテナンス中、僕ら、いや、ね、明日遊べるじゃないんよ。いや、もうそうなの、明日遊べる、どこ行く、明日仕事ですよ、明日遊べますかね、どこ行けばいいですか、すいません、ね、遊ぼう遊ぼう、今遊んでるよ、今日襟足伸ばさんの、そうやね、襟足ね、いってこそ、
やっぱマッシュって最強やん。確かに人魚市の。やっぱさ、一周回ったよね、いろんな髪型とか髪色してきたけど、うん、なんやかんや黒髪のマッシュが一番かなと思います。ごめんねみんな、これ恭平は嘘や、またすぐなんか変わるやと思ってるでしょうけど、うん、今結構これガチっす。ガチで。はい。でも最近さらすと多くない？ちょっと。そう結構多いよ俺。いいやん、ずっと続いてるよなみんな。これは分かるでしょ。どうよ、これはこれはもう似合ってるやって。ありがとう。言葉より言動よね。ね、言霊。言霊よ。そう。え、な、言霊ってさ、どうしたの？なんだっけ、なんかあった？言霊って合ってるか。言霊、そう、言霊。漢字弱いのバレてる。弱いね、漢字弱いですよ、ね、黒髪めっちゃかっこいいやって。ありがとう。いいやん、うん、ありがとう、ありがとう。青森に桜 見に来て。青森行ったことない。え、桜まだ生えとん。やば、青森行ったことない。いいな、行きたい。桜大好き。青森連れてきてね。青森連れてきて青森県来て。集合やからねっつって。青森県青森県ウェルカムでーす。青森県、青森県も青森県でさ、こんな形してるやん青森県が来てくれました。青森県も嫌そうに。青森県さんが来てくれました。こんな感じでしょ。青森県さんです、よろしくお願いします。今日は青森県さんです。リンゴもあるからね。リンゴも美味しい。桜も咲いてるからね。じゃあ今日リンゴいただきます、ね、初めてじゃない青森県のさ、モノマネしてる人。確かに、え、ほんまにワンちゃん。津軽海峡は渡れ。渡っとけこれ初めてじゃん、ほんまに青森県を具現化。青森県のモノマネできた。青森県具現化したの多分ね。岐阜に温泉入りに来た。なんでこうみんな自分の、ね、地元アピールタイム、ね、地元愛を語る感じ。これ県民賞みたいじゃない。それはじゃあごめんなさい。すいません、僕らじゃそんな、すいません、もう恐れ多いです。すいません。マジや、え、青森行きたい。ぜひ行きたいですね、青森県、ね、初めて行ってないじゃないですか行ったことないのでありがとうございます、でもリンゴが有名ってことだけは知ってますね。嬉しいね。いや、これこんな感じでいいんですかね。ね、修学旅行東京行くんで会いましょう。え、そっか、どこの人じゃないやろ。修学旅行ってどこ行った？それはちょっと残念やけど。そう、でもやっぱ仕事ね。もう小学校は行けんかったな。中学は俺行った。中学岐阜行ったよ。それこそ飛騨高山とか行った。おー、なんか聞いたことある。あれ、ケイちゃん食べた。ケイちゃん知っと。あの、誰か友達、ね、ケイちゃん超怖いえ、急に誰かの友達かなと思って。ケイちゃんケイちゃんっていう、うん、鳥って書いて、鳥にひらがなちゃんでケイちゃんって言うんだけど、なんか味噌、キャベツとか味噌とか、なんか岐阜の人共感して。そう、そうそうそう、全然知らなくて。そう、めっちゃ美味しいの、ケイちゃん。ケイちゃんも食べたし、民泊とかもした。俺民泊もした。あれいいよね、めっちゃいいよね。そう、なんかもうすっごいこう優しい方々に出会えてね、みんな優しいの。そう、なんかこうやってね、山奥だったらこう一緒に入ったりするんですよ。そう、で、なんか収穫俺ら結構背景ちゃんと使ってない、めっちゃ。はい、すいません。いや、これすごいね。インスタライブの時にこの画面に遠くおんねんで、この画角に一人もおらん状況を作れねん。民泊来てくれてありがとうね。あ、じゃあ何々くん、じゃあそれやってもらっていいですか。やってもらっていいかな。うん、こっちやってるからね。あ、それじゃあそこちょっとやってね。あ、じゃあそこあれやってもらっていいかな。それそこの上でいいよ。それから。今日兵庫県泊まった。兵庫県俺もあったけど、兵庫県俺も住んでたよ。そう、兵庫県なんよ俺ら。兵庫県住んでましたよ僕も。 I love 兵庫。しとよとかね、わかったよ。しと、そうよね。あ、と使うな。しとよ、しととか、なんか何々しよったとか使う。え、どうなんやろ。なんかさ、しょっとしょっと、今このジアンサーを開けよった、開けそうになったってこと。開けよったっていう。あ、いやいやいや、開けよった。それ開けよった。なんか開けよったわ。危なっ。開けよった、開けよった、開けよったって。開けよったで、あの大阪の人はこう開けた後のことをあいつ開けよったわみたいな感じで言うから、うん、関西の中でも違うんよ。そうね、ちょっと違うか。こういうのも面白いよね。面白くない？ ね隣にはシーサーを添えてとはどういう意味ですか。それは深く掘ったら、そう、ダメンチ侍です。でもこれは結構深く掘っても僕は説明できます
やっぱ河原ってあるじゃないですか。さっき河原って言いましたから、はい、やっぱこう河原の家ってなんか隣に説明始まった。河原の河原が屋根のところの家の方って結構こう家入り口にシーサー、ちっちゃいシーサー置いてるようなイメージなんです。あ、そういうことね。はい、やっぱこう、うん、僕沖縄にこう行かせてもらった時とかもなんかよくシーサーって置いてあるイメージだったので、うん、はい、ちゃんと説明しました。よのシーサー、シーサーです。はい、2人合成に見えるって合成じゃない、合成じゃねえ、これマジであんの、こういうほらあるから、こうやって俺らも合成じゃないからほらほら掴んじゃってからビーン、ごめんなさい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 、ごめんなさい、ピューン落ちてきました。いいね、落ちてきましたよ。河原の家はタヌキ置いてある。あ、分かる。えなあ、あ、それもあるな。おじいちゃんおばあちゃんちさ、タヌキおった。確かに。タヌキがさ、な、タヌキが教科書で言うか、クマかな、クマがさ、鮭抱えてさ、俺もさ、じいちゃんばあちゃん家にさ、会うの。じゃあ真似していい？鮭抱えてんの。かわいい。あら、あれ？ジアさん抱えてるクマ。ジアさん抱えてるクマだ。ぬすっとみたいな。今からいかにも走り出すの。鮭をさ、鮭取って走り出すよみたいな、もう、ん？時速800キロ。画面外でさ、800キロってやった後でさ、画面外でさ、こうやってた。なあ、二カメラ欲しい。ごめんなさい、もう。二カメラ欲しい。二カメラ欲しいとか、まだ俺。カオス。カオス。え、この言葉ですか？質問コーナーどこ行ったらごめんね。すいません、本当に。ごめん。すいません。ごめんね。すいません、ちょっと確かに、ちょっとね、こう、皆さん置いてきぼりにしてほしいがありましたね。あ、フィルター使ってほしいですよって。いいんかな、フィルター。使う？面白そう。使えるときに使ってけ。え、なあ、フィルターってどうやって使うの？これか。すごい。てかさ、もうあっちゅう間やね、結構マジで。え、もう47分経ったん。あっちゅう間やん。やば。大丈夫？俺らこんなインスタライブで。ごめんね、ごめんな。俺らもなんか慣れてへんからさ、許して。ごめんごめん、皆さん。ごめんな。ほんま、ごめんやで。ごめんなさい、でんでんでん。ごめんやで。でんでんでん。でんで、あ、リズム刻んだ。ごめん。あ、リズムあかんね。いいな。あ、なんか、あ。あ、ほら。降ってきてるよ。全部人。回収作業を始めます。あ、一個一個取る、一個一個取る派と落ちたやつを集める派。君はどっちかな？ないの。じゃないよ。じゃないよ。じゃない。で、かわいい。あ、ほらついてないの。俺のついてる。あ、これ多分あれだ、運営が選んでんだ。うん。これ使いにしよう。これ使いにしよう。これ使いにしよう。つかなくてもいいっていう判断なのか、もうつかないと見てられないみたいな。なんかつけ、こいつは可愛いからつけさせろつけさせろなのか。どっちですか？どっちですか？これ僕は見てられないから。運営さんコメントください。僕はこれじゃないと見てられないんですかね。あ、え、すごい。え、ジアンさんみたいじゃない？イエーイ、君とミステリー。なんかこんなんじゃない。すいません、ミステリーです、本当に。ごめんなさい、おはしくに謝っとこう。僕たちの。おはしくのおる方向に謝っとこう。せーの。すいませんでした。ね、二人ログインしてる。そう、でもね、今の俺たちがミステリーですから。うん、そうなんですよ。すミステリーでごめんなさいね。皆さんもついてきてください。じゃあポンポン行くで、フィルター。もうポンポン行ってく。ポン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 。すごい。なんかすごい。防犯カメラみたい。一回無言になってみる。一回ね、あれ今あれ私の携帯おかしくなったみたいな感覚。やめよう、こんなんやってたから。でもさ、ちょっと増えたの。ありがとう、ありがとう。な、エアコン止まった？ね、空調止まった？すごい無音なんだ。すごい無音なんだ、ね、多分事務所も協力的、うん、このフィルターするとエアコンが止まります。皆さん、気をつけてください。気をつけてください。はい、こんな感じ、ね、おーら、ピカーン。ピカンチの森。すごい、なんかすごい、ここが赤くなってた。なあ、すごいって。すごい、ね、フィルターってすごいな。楽しいな。フィルターすごいな。すごい眩しい、眩しい。え、マジで空調止まってんか。すごいな。空調止めの術使っちゃったかも。ごめん、みんな、みんなごめん。空調止めの術、何これ。忍者です。忍者が登場したということでですね、
もうとうとうこう時間がやってきてしまいました。大丈夫かな。仲演技してみる。仲演技してみる。ふざけてなコートさん、ガチでガチで感情込めてない。気持ちいいとかやってた。恥ずかしい。魔法が丘かかってる。え、そうなん。そう。え、俺らに聞こえへんけど魔法が丘かかってんねんって今。魔法が丘かかってるって。なあ、大橋くんから来たら。何？大橋くんから来たら。何？来たら。来たら。来たら。俺二人もおらんって言っといてってマネージャーさんに送ってたって。ごめん、なんかどっちやんのやろ。なんかはっきりして。ほんま、おる方に謝っとこう。おると思う方にもう一回だけ謝っとこう。多分次会うと思う。せーの、ごめんなさい。違う、ほら、やっぱいました。二人います。二人ギャルすぎる。なあ、それはちょっとさ、秘密やん。秘密やん、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 秘密やん。消えた質問コーナー。ごめん、ほんま忘れてた。秘密もこの、この今の消えた初恋みたいな。え、なんかちょっとエモくない？エモい。消えた初恋な。あ、なんかマネージャーさんにも送ってさ、あと俺にも送ってる。なあ、どんだけ伝えたい。俺二人もおらんって送ってさ。ごめんな、お時間ありがとう。りゅうちゃん見てへん。マネージャーさんに送ろう。送れ、送るやさかい。バシバシバシってやってたんや。これがうちらのリーダーね。かわいい。ありがとう。リーダーありがとう。ありがとうございます。みんな見てくれてるかな。逆にちょっと見られてた恥ずかしいな。てかすごない？ 10 万人もってかずっと見てくれてる。マジほんまにありがとうございます。俺さ、もうどんどん減ってくかなと思って。こんな人、あ、また来た。2人ええな。2人ええな、ね、楽しみながら見て、楽しんでるみたいな。楽しみながら見てる。楽しむな。楽しむな。失礼。楽しむな。楽しむな。楽しむな。楽しむ。真剣に見ろ、うん、真剣に見ろ。真剣に見ろ。風や、山登りながら見てる人もおんねんで。風や、ほんまに。だからほんまにもう今、あ、言ってくれた、ありがとう、ありがとう、頑張るねって言って登ってるの。まだどちらかというとボルダリングっぽい。いや、嬉しいね、こうやって、うん、メンバーも見てくれて。男子高校生の放課後見てるみたいなんだが、なんだがいいな。いや、でもほんまに、いや、見てくれてありがとうやわ、ほんまにね。親戚のおばちゃんのノリってね。いや、マジ嬉しいわ、なんかこうやって皆さんとこうやってね。え、せや、メンバーに電話しようって言ってたんやった。あー、ほんまやね。していいんかな。ちょっとだけするね、一瞬していい。一瞬していい。おわしくん、あかんかな。あかん。画面映さんかったらいけるっぽ。あ、いけるっぽやって。いいまで言おう。いけるっぽい。いけるっぽいっぽい。ぽいぽいぽい。ぽい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 。そのぽいぽいしたやつは全部拾い上げます。網漁の始まりだ。これがなんていうか。始まりだ。これがなんていうか。始まり。二度でま。え、な、今からおはしくんに。え、な、つながった。あ、おはしくんに。おはしくんつながったよ。あ、おはしくんつながった。ねえ、おはしくん。どうしたの？今繋がってるで、インスタライブ。嘘。繋がってるよ。これ聞こえてるよ。聞こえてるよ、多分。やばいや、ちょっともう見せたぞ、電源。ごめんね、またかける、ごめん。いやいや、楽しいね。カットカットにしよう。え、おわしくんはちょっと忙しかった。ね、忙しかった。なんか別仕事だったみたい。はい。おわしくんはなんか今ちょっと、あ、出たい気持ちはすごくあったらしいんですけど、うん、ちょっとタイミングが合わなかったですね、うん。ちょっと。ごめん。僕らがこう、あらかじめかける感じだってよかったですけど、ね、結構忘れてましたね。急に。そうだった。みんな意外と。結構忘れてました。ね、仕事とかしてた。すいません。ごめんなさい。ごめんなさい。ね。ありがとう。うわ、それジョー君とかな、かけたかったな。そう、ジョー君かけてって言ってたやった。あ、でもジョー君あかんわ、多分。今ね、多分てんやわんやしてるわ。そう、今すごい自分の趣味のあれやしてるわ、ね、趣味をやってるわ。犯人に怒られるって言ってるぞ。犯人には内緒って言われたから。ジョー君に魔法かけよう。え、魔法か、いや、かけようか。魔法かけやってかと思って。俺ら魔法教員って今度かけるわ、ごめん。みんなお願い、大ちゃんにも今度かける。でもみんな見てくれたかな、あのインスタのさ、うん、俺がさ、あの魔法かけたやつ、うん。あ、そう、みんな見た？そう、ペンペンやったやん。みんな魔法かけてんの、ごめんね。ごめんね、あんな魔法で、ごめんね。パパラッとピーン。パパラッとピーン。はい、もっと上がってください、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 上がってください。止まってください、止まってください。これ、いつ終わるよ。楽しくなってさ、ほんまに1時間ぐらいしそう、やばい。だから、ちょっと本当にごめんなさい。
またやろう、いろんなメンバーでやろう。そう、はよ、はよ終われみたいな、ね。これからもね、インスタライブね、いろんなメンバーでやっていきたいと思うので。ね、あ、また11万人の方が。ありがとう。本当にありがとうございます。何これ、ちょっと泣きそう。え、このままだ。何だ、ちょちょぎれ侍。何山頂。何 ?20、朝まで行っちゃうこれ。山頂しすぎて。24時間。最近交代始まるんで。24時間やっちゃう、インスタライブ24時間。やっちゃおうかなとか言って。さすがにそれはってまだね、僕たちはできないので。すみません。交代された。こうやって後ろでこうやってされてます。ここです、ここで、はい、マネージャーさんがここで画面の奥で寿司握ってた。何握ってんねやろな。サーモン違う、サーモンじゃなかった。サーモン、タイ、マグロ。みんなは何が好きかな。僕はガリが好きです。僕は縁側が好きです。縁側も、縁側といえば映画ありますよね。はい、僕ですね、まあ、6月にですね、メタモルフォーズの縁側というですね、あの芦田愛菜ちゃんが主演のですね、あの映画にですね出演させてもらうので、ぜひあの見ていただけたら幸いです。幸いの塊です。不幸中の幸いなので、ぜひお願いします。あと映画つながりで言いますとですね、僕が出演するこの子はジャークという映画がですね、あの今年公開されますので、ぜひともこれからね、いろんな情報出てくると思いますので、うん、そちらの方もよろしくお願いします。チェックしてみてください。お願いします。いいね、お互いの映画見に行こう。お互い見に行きましょう。見に行こう楽しみ、マジで。いいですね、こうやってメンバーがいろんなこう仕事に出れてて、ね、何は男子ももっともっと広めていけたらいいなと思ってますので、ね、ぜひ皆さん、ね、お願いします、ね、恐縮しながらいきなり縁側を宣伝し始めた高橋恭平かっこ C モデルプレスやってます、ね、モデルプレスさんになりきらんとって、まあ、モデルプレスさんありがとうございます、ね、本当に記事すごく早いですからね。モデルプレスさん、あ、今日もなんかモデルプレスさんで記事にしてくださったみたいです。ありがとうございます。モデルプレスさんは仕事がお早いようで、ね、ほんとね、こう終わる終盤にですね、また11万人にぶり返してくれることで、ね、11.2万人、112ってさ、1112みたいでさ、なんかエモくない。11月12日かけがえない記念日、記念日です、記念日、ありがとう。一応スクショしとこう、ここで。はい、チーズ。平成のピースしてた。2008年ポーズって呼んでる俺。2008年ポーズって。あ、俺新しいポーズ作った。貼り付きポーズ、貼り付きピース。うわ、貼り付いてる。貼り付きピース。メイクのよれには気をつけろ。メイクしない、何もしない時におすすめです。貼り付けポーズ、貼り付けポーズ、貼り付けピース。かわいいな。これ全部貼り付けるのがポイントです。こうやって、うん、貼り付けれる時に貼り付けろ。ペッターって人手みたいにね、こうやって人手みたいに、せーの、ペッター。かわいい、マジで。え、かわいいやん、貼り付けピース。かわいいやって、かわいいやって、ぜひ皆さん使ってみてください。ありがとうございます。使ってみて、みんな、ね、使えるだけ使ってください。お願いしますと言うとります。さあ、はい、そろそろお別れの時間でございますか。お別れの時間ですね。というわけで、今回ですね、僕と恭平と、ね、2人でインスタライブしましたけれども、これからもね、もっともっとナニアグラムを盛り上げていけるように、まあ、インスタライブもそうですけど、フィード投稿であったりとか、ストーリーであったりとか、いろんなところでね、皆さんとつながっていきたいなと、ね、もういっぱいつながる、ええ、ようだけしよう。これからみんな一緒に盛り上げよう。せーの、えい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 、おお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 、まだあげないよ、いつあげる。ゾウさんが、ゾウさん来たらもう終わり。ゾウさん、ゾウさん始まるぞ。ゾウさん野生に帰るのか。そうさ、なあ、よくない。ほんと怒られるから。せーの、えい、えい、おーということで、皆さん、はい、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。皆さんありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうね。ありがとう、みんな。見てくれてありがとう。最後に見てくれた方もありがとうね。ありがとうね。途中から来てくれた方も、ね、もう皆さん、まるまるありがとうございました。皆さん、明日ね、休みの方も、お仕事の方も、一緒に頑張りましょう。頑張ってください。はい。バイバーイ。分からなくなってる、切ない。うや、バイバイ。